こんにちは、の小林です今回はご縁人と人との縁についてねちょっとお話しさせていただきます縁について私が思うのはそれが良きにつけ悪きにつけ自分の力量に合った縁が今あるんだと思うんですよね例えばね自分の身の回りにものすごくね腹が立つやつがいる気に入らないやつがいるとした時に実はその人の悪い点を自分が見ているんですよね 完全無欠に悪な人ってこれまた探すのが難しくって自分が自分の基準で見たらその人はあまり良くないように見えるでもその人一人を他の角度から見ると、まあ、かけがえのない誰かの息子でありかけがえのない誰かの父親でありかけがえのない誰かの友人であるっていう側面も多分あると思うんですよねまあ「盗っ人にも五分の二」っていうふうな言葉がありますけども例えばね最近こんなニュースがあったんですよ。 R34 っていう、あ、う、の、ん、車がね、なんか盗まれたと。で、盗まれたんで、それを SNS で拡散して犯人を捕まえてくれ、みたいなことがあるんですよ。これ、どう考えても車を盗む人って悪い人ですよね。人のものを手をかけて。でも、車を盗んだ人がどんな人かわかりませんけども、この人は悪だけを尽くして生きてるんでしょうか多分、誰かに対してはすごく優しかったり、誰かにとっての恩人であったり、もしかしたらどこかで、 誰かかの役に立つよようななことをししてるかもしれないんですよだから360度どこから見ても悪な人ってなかなかいなくってそうじゃないですかその代わり360度どこからら見ても素晴しいい人っていうのもどこかで間違いを犯したり人に迷惑をかけたり思い悩んでいたりするわけなんですよただ自分がその人のどこを見てるかによってその人の評価を短絡的にしてしまうんですよねさあ人の縁という話に戻りますけども じゃあ、自分が感じるご縁に対して、いやー、いい人の縁に恵まれたなーっていうのはどういうことなのかなと。例えばこういう考え方もあります。自分が正しく生きていれば、正しい人との縁ができるんだと。そういうような考え方があると思います。自分が悪いことをすると悪い人の縁ができちゃうんだって。そういう考え方もあります。まあ、納得できることであるんですけども、この考えはちょっと、ね、気をつけないといけないんですよ。というのが、 身の回りにいい人ばっかりが寄ってきたときに自分がいい人だからいい人が寄ってきたんだっていうふうに勘違いしがちなんですよ果たしてそうなんでしょうか自分を取り囲む人がいい人ばっかりだからといって自分自身がそんなにいい人なんですかねこれっていうのは自己肯定感を高めたいために他者を利用して自分を高く見せようとしてるだけなんですよねそうではなくってまあ私はまだまだなんだけども周りの人のおかげでねなんとかやらせてもらってますというふうな 謙虚な姿勢で見たときに多分あいつのせいで自分が冴えない人生を送ってるんだあいつは人を騙してお金を取っていくんだあいつは自分を騙していろんな人を騙して悪い奴なんだっていうふうになかなか考えてらないと思うんですよ、まあ、というのがねこれ話をまた戻すんですけどももし自分に気に入らない縁がいるとしたらその縁を呼び寄せたのは誰なんですかとか自分の人生に何,何か問題があるとしてねそれが誰かによって何かによって まれていいるるしたらそののの問題の中心にいるのはいつも自分じゃなないでですすかってことなんですよ、まあ、もちろんね自己責任では語れないようなどうしようもない事情ってあると思うんですよそれは本当にあると思う例えば消費税が10%となりましたおかげであんまりお金が自由に使えませんこれ自己責任ですかね、まあ、もちろんたくさん稼げばいいじゃないかっていう人にとっては自己責任なのかもしれませんけどもでも人にはいろんな力量があってね消費税がない 間はお金に苦労してなかったけども消費税ってものが発生した瞬間に自分の過小分所得がものすごく厳しくなってね借金を重ねるようになったとしたら悪ってのは何なんでしょうかね自分が状況に合わせないといけないのかそれとも自分の力量を超えた状況の変化がそこに訪れたのかってことなんですよ確かに状況に合わせて人は変化しなくてはいけませんし人の縁に合わせて自分も変化しなくちゃいけないんですけどもそうやって強制的に求められた変化って ままさに自分が生生ききるべき人ななのかなって私は考えちゃいますよねもっともっと自分らしく生きようとしたときになるべく他者からの影響っていうのは受けないほうがいいんですよ。受けないほうがいいんだけどもいい影響は受けたいわけですよねただそれを自分が主者選択したときに残ったものが何だったのかっていうことを考えたときにね自分の状況が冴えないことをあこれは周りの人の縁が悪いんだっていうふうに人のせいにしてしまうのかそれとも周りの人の 気持ちとか行動っていうのは特に悪くないんだけどもそれを自分が使いこなしてないだけなのかなっていうふうに考えていくのかもちろんこれも突き詰めると自己責任論にすごく近くなるんで嫌なんですけどね、まあ、肩の力を抜いて考えた時にご縁っていうのは必要なものだけが近くにあって必要なくなったら消えていくっていうふうに考えればいいんじゃないかなと思うんですよ時には自分にストレスを与えるような縁もその時にはね一つの試練として必要だからそこにいて誰かとトラブった誰かから裏切られた 誰かにいじめられた、そういうのももしかしたらね必要なご縁だったんじゃないかなっていうふうに考えることはできるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、いずれにしても縁っていうのは人一人ではたった一人では縁っていうの生まれないんですよ。だから人が二人以上いればそこには縁ってものが生まれそしてその縁っていうのは長くは続かない瞬間的なものなんですよね。ですんで苦しい状況に陥った時喜ばしい状況に陥った時それを何かの縁かなと思っても。 その縁っていうのがあんまり続かないってことも同時にね覚悟しなくちゃいけないのかなと思うんですよ。まあなんとも複雑な話になりましたけども縁っていうのはね自分の使い方とか向かい方によって良くも育つし悪くも育つ、まあ、そういうことなんじゃないかなと思うんですよね。この動画をご覧いただいてる方にね私はちょっと語りかけたいんですけどもこの動画を見てるってことは私が YouTube を通じてあなたに縁を発信してるんですよ。そしてここまで見たってことはねもうすぐ動画ありますけども あなたの縁が私にまたね、インフルエンス、ああの影響してきてるんですよ。うん途中で縁を切りたければ、もうここまで動画見なくてもよかったわけですからね。これがだから、一つの縁ができたってことなのかなと思います。そして次の動画をもし見ることができれば、それは縁が繋がったというふうにね、思えるんじゃないですか。もしかしたら私が動画の発信やめるかもしれませんからね。動画の発信やめれば、こちらから縁がなくなっていくじゃないですか。でも私が動画の発信をずっとやめなくても、 見続けていれば、それはずっと円となって繋がっととと。なななててがいいくんじゃないかなとそして下にはねメールアドレスがありますんでそこから私にメッセージを送ることもできます今度は自分から縁を手繰り寄せてみるってそういう方法も開かれてるわけですよねはいとんちみたいな終わり方になりましたけども縁っていうのは必要になれば自然に寄ってきて必要なくなったら自然に消えていくそのぐらいのものなのかなと思ってますね人人工工的に作った円っったて、やっぱりそれは人工甘味料ですよ。じゃあ以上でございますお疲れ様です